はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。かなこ様、お手紙いただきました。ありがとうございます。ペリズマイ様、ペリツマ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ご夫妻で、別々に入金されるのはどういう意図があるのかちょっとわかんないんですけれども、ありがたーく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。朝鮮学校を支援するアレナ団体、都議会勉強会、っていうからには、議会に入り浸って、調べたりなんかしてんのかな、議員に、働きかけとかするとこなのかな、が、石原都知事が停止した朝鮮学校への補助金再開を求め、小池都知事に署名8232筆を提出、僕たちを仲間外れにしないで、だそうで、生徒にも署名してもらったんだって、子供使ってね、報道したのはやはりというか、東京新聞であります。こういうの、今度こういうのを出すからさ、ニュースにしてくんないって、まあお仲間なんでしょうね。この都議会勉強会と東京新聞、お仲間なんでしょうね。世論です。しつこいぞ。全くだ。仲間じゃなくて、敵国だろう。仲間じゃ全然ねえし、お前らが誘拐した日本人返して、拉致被害者も返さずに面の皮が厚いこと、日本の学校の基準満たしてないんだから仕方ないだろ、学校じゃなくて私塾でしょ、自分らで学校になるのを拒否してんじゃん、公立学校行けば、全くだ、公立学校行けよ。中にはですね、高校一人ですね、朝鮮学校の高校行きたくねえって言って、女の子ね、私よりちょっと年が上の女の子がですね、中学生がですね、猛勉強、じゃあ親が、じゃあここの高校に入れたらいいからって条件出したなんて、まあその昔ですよ、今からまあ40年ぐらい前ですかね、条件出したなんてした、とってもその子の成績では入れないような高校を言ってきたんだけど、その女の子は朝鮮高校に行きたくない一心で猛勉強して、とうとう合格して免れた、いう話なんですけどね。今朝鮮学校生徒が都内は1000人ぐらいんだって、じゃったら全国では1万人ぐらいいんのかな、それとももっと少ねえのかな、なんて思いますけれども、公立学校行けば朝鮮学校って存在価値あんの、お前らにとっては存在価値あるんだろうけど、私ら日本人にとっては邪魔なだけですよね。朝鮮学校校長キム・キルウク、朝鮮学校の小学校の校長だって、1980年に調理師だった、原忠明さん43歳を誘拐し北朝鮮に連行、目的は戸籍を手に入れ入れ替わるっていう、背乗り背乗り目的だったみたいなんですけども、それがバレて、北朝鮮に逃亡し国際指名手配になりました。でですね、最近、韓国政府からですね、北朝鮮でキムは死亡したみたいって情報が伝えられたみたいなんですけれども、まあ韓国政府の言うことなんてなんで信用できないですけど、朝鮮学校が日本人拉致実行組織だった可能性が高い、つうか校長が実行犯で指名手配されてんじゃ、確定でしょって話、誘拐した日本人も返さずにですね、金くれとはなんて熱い面の皮、そういうにしつこい、しょっちゅうしょっちゅう日本の周辺にミサイル撃ち込む敵国民の教育になんで補助金出す必要があるんだよと、それにですね、朝鮮学校は学校じゃないんですよ。学校っていうのは法の支配に属してないと学校と呼べない、具体的には文科省の指導に従ってないと、自分らでですね、文科省の査察や詳細報告を拒否しといて金だけくれくれとはますます面の皮が厚い、戦車の装甲になりそうな鉄面皮と、鉄面皮、未だに朝鮮学校に補助金出してる自治体は、お前ら法逸脱してんだから今すぐやめろ、学校じゃねえんだからあそこ、私塾なんだろ、ここを補助するってことはその他私塾のですね、英会話教室だの、お茶のお稽古だの、水泳教室なんかにも補助金出さないと不公平だろうがって話で、一緒に指名手配されたのが、捕まったのがシンガンスかな、菅直人がシンガンス釈放
あの嘆願署名かなんかしてて、それあの安倍総理に突っ込まれて慌てふためく動画残ってますけどね。岸田総理、自民党信頼回復のため組織を立ち上げます。信頼回復をするためにはどうしたらいいか議論する場を作るんだって。世論です。違う、そうじゃない。まずはお前が辞任しろ。そうだよね。元から回復する信頼なんかないじゃん。消費増税を考える会の発足であった。また税金を食うための箱作んのか。岸田がやると逆効果だぞ。話し合えばなんとかなると思ってるとこが無能。できるだけとか、したいとか、すべきとか、必ず逃げ道を作るのが岸田流と。民主党が得意としてた何十も作ったなんとか追求チームと同じ匂いがするな。必ず結成の写真は撮るんだけど、決してですね、あの進捗報告とか報告書出さないやつ。あれ、自民党の信頼を回復するためにはどうすればいいか議論する場。普段からですね、どうすれば党の評判良くなるかは話し合ってないのかよ。政党なのに、政党なんだからさ、あの政策議論と一緒で必須なんじゃないの、これ。本当にやってないの。どうでもいいけど、税金使わずに自民党の金やる、党の問題なんだからさ、自民党イメージアップ委員会とかできたら笑っちゃいますね。それ、あの、普段から話しとかなきゃダメじゃん、いう話。岸田総理、経団連審議議員会、連に経団連審議委員会に出席し、国民から疑念を持たれている事態を招いていること大変遺憾で心からお詫びを申し上げる。経団連に謝罪。世論です。誰に向かって謝ってんだよ。どこで誰に謝ってんだよ。岸田派にも虚偽記載あったじゃん。何が遺憾だよ、人事な。でも具体的には何をするということは一切言わないんですよね。バレたことが残念という意味で遺憾なんだろう。庶民はパーケン買ってくれませんからね。一番買ってくれる経済界、企業にバレてすいませんって謝るのはそうだなぁとしか。遺憾。岸田派にも過小報告あったのにね。ごまかし。バレてんのにね。遺憾ってね、あの、自分じゃどうしようもない事象に対して残念です、無念ですっていうことじゃないの。自分のね、あの、違反とか犯罪にですね、遺憾って言ってるやつ見たことないっす。使い方違うから。何でも一言、どこまでも一言、それが岸だと。信念なき空っぽ総理の名を欲しままにしてますね。国民の信頼あっての政治と改めて肝に銘じて対応していきたいとも、言ってた、あんまり、みたいであります。またね、あの、行きたいだの、したいだのですか。相変わらず、あの、お気持ち表明しかしてませんよね、こいつね。具体的に何やるって言えって、組織作ります。それは具体的っては言えないよね。帯野、武蔵野、新市長、公約通り外国人住民投票条例を凍結する。うっしゃーということで。世論、いいね、当たり前だよな。女性候補だから余裕で当選するんじゃなかったの？当たり前だのクラッカー。当たり前だのクラッカーうまかったです。素朴な味でした。試験ですけれども、笹岡候補、オール左翼陣営で挑んだものの、松下前市長より7411票減らして落選。松下の住民投票条例が騒ぎになってですね、なんとなく松下がいいかなーって投票した情弱層が逃げたんでしょうね。あとあの高齢、左翼の高齢者の仏教とね、自然源、左翼に懲りた武蔵野市民、今後はもう大丈夫そうですね。左翼が盛り返すことはもうあるまい。あいつらいつもいつも変なこと言ってっから不信感持たれてっから賛同できんのはバカだけですもんね。9条があれば攻め込まれないとか、バカしか騙されない、その理論。なんで警察署取っ払ったら犯罪減るんだよ。ちょっと考えろよ、自分の頭でよ。文句も一つも言いたくなりますよ。まあ、いくつも言ってますけどね。台湾ネットメディア記者逮捕。中国共産党からの指示で世論調査のデータを野党有利に捏造したスパイ容疑。調査結果、8回やって8回とも捏造、調べてなかった。いいな、台湾にはスパイ防止法があってさ、世論です。日本にもいっぱいいるわ。日本の調査も捏造なんだろう。スパイは銃殺と相場が決まっている。もしかして岸田内閣の支持率も高いのでは？それはない。
結構簡単にバレるんだな。日本もやる。台湾国民党有利にデータ捏造。そんでもってそれが中国共産党の支持ってことは、やだ、それじゃあの台湾国民党は中国共産党の下部組織、古文みたいじゃないっすか、やだ。まあ日本にもそういうとこいっぱいありますけどね。令和と社民は北朝鮮と関係が深いし、辻元と懇意の関西ナムコンも北朝鮮だしね。なんであの生コン業界が北朝鮮と関係あるかっていうと、生コンに使うですね、砂利をですね、かつては北朝鮮から輸入してたらしいんですよ。それで入り込まれちゃった。生コン業界。立憲と共産は全方位に売国だし、自民党もあの中国パーケンマネーで、随分と汚染されてるしね。あと女。綺麗な中国のあの女秘書にしてる、自民党の参議院議員いなかったっけ。日本の異常性、世界唯一スパイ防止法がない、世界唯一緊急事態条項がない、世界唯一自衛を放棄した9条なんていう異常な憲法がある。これら改革していってですね、普通の国に早くなりたいもんですね。その他のニュース、今年の出産数が 72.6 万人になる模様。これ外国人も含めなんで、日本人に限定したら70万人切っていくかもしれないですね。もちろん過去最少。平均寿命は84歳なんで、これはですね、人口6100万人程度の国の出産数なんですよ。本当言ったら、この場合生まれてないとやばい。しかも外国人の出産も含まれる。それもこれもですね、実質税率 47% の重負担で、結婚出産の余裕、内政だろ。私のあの適齢期時代はですね、35%、結婚適齢期。団塊世代の結婚適齢期時代は 25% だったんですよ。財務省にたやすく騙される自民党のバカ議員どものせい、不勉強議員どものせい、自分らの子孫も親戚も重税に苦しむのに、隙あらば増税を企むですね、財務省のバカどものせいですね。地裁にデニー知事を、デニー知事、法治を脅かし公共の利益を損ねるパブリックエネミーに認定されたことが気に入らないダニ知事、もちろん上告すると発表。最高裁判決を無視する男が最高裁を頼るのは支離滅裂と評判になっておりました。どうせ気にないね、判決出たら無視すか、従わないんだから全く無意味ですね。昭和最悪がよく使うですね、ナンセンスそのもの。データ捏造を33年間続けていたダイハツの生産工場が全部停止。これ倒産すかもわかんないですね。プロボックスをダイハツに作らせてたトヨタどうすんだろう。一遍潰してですね、経営陣総特会して別会社に生まれ変わらせるんだろうか。いずれにしても軽自動車作ってるホンダと鈴木は大チャンスですね。中国製買い物アプリ。テムって読むのかな、なんて読むかわかんない。利用者カード情報が悪用され、身に覚えのない請求をされる報告多発。そんなのあるんだ、知らんかった。皆様もご注意ください。テムっていうサイト、カード使って買い物すると、請求来る、不正な請求、カード情報が中国にダダ漏れです。埼玉県警免許更新センターでの現金払いを一切やめ、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、交通系カード、あとペイペイとか楽天マネーとかのデジタル払いだけにしてしまう。ずいぶん思い切ったな。これ窓口で暴れる高齢者が目に見えるようだと話題に。これ暴れますわ。暴れるよ。更新できないからと免許返納がはかどるかもしれないですね。もしやと思うが、これが狙いかもしれないですけど、北海道釧路の病院駐車場内でアクセルとブレーキ踏み間違えた77歳男性が4歳女の子を引き殺す事件発生、なんて痛ましいんだ。自民党議員はですね、パーケン売りばっか必死やってないで、踏み間違え防止アクセルを義務化すとか、アメリカ式に右足アクセル、左足ブレーキに切り替えしてくれよ。踏み間違え防止アクセルっていうのは、まあ、こういうのがあってですね、踏むじゃなくて、輪切っちょにレバーがついてて、それをですね、こうやることでアクセル吹かす。こうやることで。横移動のレバーがついてるやつが、高齢者用の、高齢者用でなくても、踏み間違え防止。だから、アクセルは踏むんじゃなくて、横にこうやる。ブレーキだけ踏む。だから、向きになって踏むときは、
ブレーキになるジュースね、そういうですね、防止装置、これでも 100% は防止できないですけれども、まあアクセルのこれが固定されてるんですよ。だから踏み間違いじゃなくて、こうやって横にギュッてこう足思いっきりやんないと、まあ暴走はしないという優れもんですね。これ義務化すとかしてくれよな。そんなね、車業界ばっかり遠慮してないんですな。って思います。米国政府、野菜と分類されているジャガイモ、そうなんだ。そうなんだ。穀類に分類することを検討開始。一般アメリカ人は炭水化物、野菜、脂質をバランスよく摂取しましょうなんていう栄養学を知らないんだって。一般人は。そりゃ太るわけだな。日本にですね、長期出張に来ていたアメリカ人が、とんかつ定食を気に入って、毎日毎日、ダブルロースカツ定食、三昧したが、帰国時に20キロ痩せてたって話を思い出しますね。母国ではな、一体何食ってたんだよっていう。昨日はクリスマスでしたが、米国のクリボッチは、日本のそれとは比較にならないほど深刻で、まあ家族と過ごすべきって決められてから、そこのクリスマスにですね、家族と過ごせないですね、遠隔地の基地なんかで生活する独身軍人の突発的自殺が多発。そのためですね、家族持ちの軍人が、奥さんに頼み込んでですね、ぼっち軍人を招いてですね、パーティーする習慣が根付きました。奥さん、やだあの人。独身が集まってパーティーもあるみたいであります。アメリカのクリボッチ、厳しいですね。日本のそれと比べて、まあ、キリスト教が、染み込んでっから、厳しいなぁ。びっくりした、情報でありました。というわけで、メール当院さん大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。